さあ、オリックスですけれども、今回の内容はですね、オリックスの新打線ということでございまして、まあ、昨日はね、ソフトバンクとこう、打ち合いに、まあ、なる中で、まあ、残念ながら負けてしまったということで、まあ、今日もですね、オリックス2桁安打ということで、打つ方に関してはもうソフトバンクに、まあ、引きを取らない、そんな、内容になっているわけですけれども、まあ、改めてですね、今日のスタメン見ていくと、トモヤが外れて、龍馬が下がったよと、そしてラオウが出たよと、いうことで、個人的にですね、共存してほしい、いいメンツっていうのは全員、ラオウ、そして若月と、そして友也、龍馬ということで、まあ、こう、友也は外れちゃいましたけれども、特にこう、ラオウと若月と周平ですか、この3人がこう、共存できたっていうのは、すごく個人的にも、大きかったので、まあ、改めてですね、何よりも3番紅林上げた方がいいんじゃないかっていうところは、まあ、的中したよという感じだったんで、そんなところも触れながら、個人的なね、X でもポストしましたけども、4本柱じゃなくて、新3本柱と言ってもいいんじゃないかと、言わんばかりのですね、東投手の投球も素晴らしかったと、いうところで、ちょっとね、替え時が個人的にはもう1イニングいけたんじゃないかなというふうに思ったんですけど、まあ、そんな話もですね、まあ、やっていこうかなということで、今日のポイントは3つございまして、まず1つが新3本柱と、いうことでございます。まあ、今日の先発の東投手もそうですけど、開幕投手の宮城、そして、エース狩りが止まらないエスピノーザ、この3枚がですね、なんとなく今シーズンのローテの中心、ど真ん中になるんじゃないかというふうに思っております。で、特に東投手今日に関してはですね、ピンチ招くんですよ。招くんですが、近藤だろうがですね、山川だろうが、しっかりギアチェンしてですね、空振り三振で打ち取るんですね。しかも、なんかこう、ピンチでの安定感みたいなところは、正直宮城投手以上のものがあるのかもしれないですね。エスピノーザに関してはそもそもピンチがなかったりするんで、なんかそれもまた話違うのかなっていうふうには思うんですけど、もう本当にそのエースと言いたくなるぐらいのですね、本当にあのペータに期待してたところをエスピノーザとか東投手がやってのけてるんでね、まあある種こう由伸のこう代役ではないですけども、なんかね、そういう存在だなと改めて感じましたし、やっぱこう点取ってもらったらですね、瞬殺なんですよ。だからここはやっぱほんとすごいですね。毎回同じ感じじゃなくて、しっかりとこう試合のね、動きが、止まってる中でピンチ招いてもギアチェンするし、オリックスが勢いになったらなったでその勢い止めないように、投げてくれるんで、ほんと素晴らしいなというふうに思いまして、今日はですね、まあ5回を投げ切ったということで、防御率0点台になるんですね。自責点が0ということで、球数が95球だったので、もう1イニング下手したら2イニング、6、7回までいけたんじゃないか、とまで思ったんですけど、まあここに関してはね、まあ、言ってしまっても仕方がないんで、結果論になっちゃいますから、どうなのかということなんですが、今日のね、ポイント2つ目で言うと、ちょっと中継ぎ陣をですね、どうやってやりくりしていくのかというところなんですよ。で、95球で降りた後にマウンドに上がったのがですね、3点リードということで、ノブが上がりましたが、まあ、結果的に言うと、これが、非常に、ターニングポイントだったということで、まあね、勝ちを落としてしまったとオリックスとしては言えますし、ソフトバンクとしても勝ちを落としてしまったっていうふうに言えるんでね、どっちもお互いちょっと同じぐらいのダメージなのかなというふうには思います。で、ソフトバンクの解説の若菜さんという方ですか？やっぱこうね、結構深いというか、やっぱソフトバンク寄りがすごくてですね、ソフトバンクを上げるだけじゃなくて、やっぱ相手を下げる、両方するんですよね。味方を上げて相手を下げるっていう、まあ味方だけ上げとったようになって僕は思ったりするんですけど、まあオリックスの方がダメージ大きいんじゃないですかとか、まあやっぱ言うわけですけど、いや、その関係あらへんと。ね、50-50 だよと。ソフトバンクも、いやいや、カット感かいっていうような話なんで、これはもう全然、もう全然、耳にする必要ないのかなというふうに思うんですけど、まあ、ノブがですね、これ、フォアボール祭りで、もうデッドボールで1点上げてとかですね、変わった阿部投手とかもですね、これ、栗原選手にはですね、どうせなら打たれてもよかったです。それぐらいやっぱ調子が良くないんですよ、2割切ってるから。だから、もうほんと、えいやって投げてほしかったんですけど、これもね、ちょっとすごい自分に苛立ってましたけども、ちょっとやっぱ厳しかったですね。で、本当に X でもポストしましたけども、暗黒期の時のサチヤ
リリーフ時代の幸也と近藤投手がまさにこんな感じでですね、オーナーが見に来てた京セラでの試合で、途中で試合の中で、2軍に帰らされるというような出来事がありましたんで、まあそんなことはあるのかないのか今回の件に関してはわかりませんが、まあ2人とも下がっていくんじゃないかなというふうに思います。で、疲労考慮とかですね、いろいろあると思うんですけど、単純にですね、まあ、一軍でもちょっとこう投げさせれないというか、心配というかですね、なかなかちょっとこう、投げれるような状態ではないのかな、ということで、まあ、好不調もあると思いますけどね、まずは、ちょっとこう、調子っていうのを取り戻していただいて、そういう必要があるんじゃないかな、というふうには感じましたので、まあ、誰が投げんねんということなんですけども、まあ、これまではですね、去年だったら吉野部とかがもうすごくイニング食ってくれましたし、こういう立ち位置って小板投手だったんですよ。ただ今小板投手勝ちパに入っておりますということで、勝ちパ以外で勝ち試合を投げる投手っていうのが今必要なのかなというふうに思います。まあ、総一郎もいないっていうような感じなんですが、まあ明日あるいは明後日ですかね、入れ替え候補っていうところで宇田川投手の名前を挙げようかなと思ってたんですけど、もしかしたら、明日上がってくる可能性もあるんで、そうなるとやっぱ宇田川投手が、上がってくるんじゃないかなというふうに思っているのと、まあもう一人ですね、ノブと安倍というところだったので、そこもう一人宇田川ですから、もう一人小田島投手が今日投げてましたけど、同じような感じで行くんだったら、投げれるんじゃないかなというふうに思いました。そうすると、今日小田島投手が投げたような立ち位置を誰が投げんねんっていうことなんですけど、まあ、下で言うと広志だったりとか村西投手とかもいると思うんでね、その辺になるのか、育成から上げてくるのか、トレードがあるのかわかりませんが、まあそんな感じで、やりくりしていく必要があるのかなというふうに思いますけどね。まあちょっとギータのデッドボールもちょっと微妙ですよね。さすがの解説もあれ当たってないんじゃないかみたいなことも言ってたんで、まあそれはちょっと流れにこう任された部分もあったのかななんていうふうには感じましたけども、まあ最後のバッターが本当に尾形選手でよかったなと感じました。これ尾形じゃなかったらね、全然逆転されてたと思うんで、それはちょっとまあ救いの一手だったのかなというふうには感じますが、まあ、非常に前向きに捉えると、オリックスに関しては、戦力の整備ができるわけですよ。これでね。はい。で、正直ですね、オリックスも勝てましたけども、それ以上にソフトバンクの方が勝てたと思うんですよね。さっき見た通り、岡田選手でなかったら勝てたっていうのもありますし、もっと言うと、オリックスは戦力を整えられるわけですよ。で、一方でソフトバンクってどうですかと。別に、何かこう、四球祭りがオリックスにあったかとか、エラーがあったとか、なんかそんなんないですよね。シンプルにモイネロが先発して3点取られて、味方の、こう、ね、不具合で3点もらったみたいな感じじゃないですか。だから、ソフトバンク入れ替えることができないわけですね。はい。ということは、オリックスはここから上積みできるんですけど、ソフトバンクはこのままステイです。なんで、オリックスの方が、全然、ダメージとしては、僕はですね、まあ一緒って言いましたけども、非常になんかポジティブな感じなんじゃないかなというふうに思いました。これ味方がね、ソフトバンクのような感じで3点取って逆転できなかったらちょっと きついんでね。これはオリックスまだ全然隙あるぞという感じでございます。はい。そして、小木田投手もね、素晴らしかったって話でしたけども、あとマチャドね、マチャド本当回またいありがとう。本当に回またいでくれて本当ありがとうね。その代わり明日投げれないから、ちょっと明日どうするのかなとも思っているんですが、本当に投げたがりでありがとうございますって言いますし、吉井さんに関してもこれも炎上じゃない、劇場じゃないよと、点取られてないから、ギータ見逃す三振なんて取れへんからね、普通は。もう全然これは他の11球団のクローザーだったら、もうさよならになってます。吉井さんだから、無失点で取れたというような感じですね。はい。そしてもう一人ね、小田島投手。まあ、面白そうな存在というかですね、ノブとか安倍投手のように、フォアボール祭りなのに、やってること同じなのに、なぜかベンチが盛り上がるということですね。これは本当にルーキーゆえの勢いなのか、それとも、実力なのか分かりませんが、ボールに力があって押し倒せたのか分かりませんが、まあどっちにしたってですね、これぐらいこう行き切ってる方が、フォアボール出たとしてもファンとしても、なんかこう見ている分には、感じ方は違うんじゃないかなというふうに思ったので、まあ一軍で同じようなこう立場で投げれるんじゃないかなというふうには感じました。で、それ以上に、やっぱここもね、X で僕ポストしたんですけど、こう満塁の時にですね、大丈夫だと、フルカウントなんですね。牧原選手をセカンドフライにちょっとここ、投げる前に大丈夫だとグラブをポンポンポンと、叩いてあげたのがですね、女房役の若月選手でございまして、こういう時の剣也は本当にたまらないですね、安心感が。素晴らしい。しかも、最終回ではないですけど、9回ね。
粘って粘ってヒットを打つということで、オスナから。粘るときは大体ヒットがホームランなんですよ、勝木さんね。素晴らしい。思わず君が正捕手だって言っちゃいましたけれどもね、トムヤがなかなかちょっと上がらない状態で若月という存在がいるのは非常に大きかったのかなというふうに思いますし、結局のところね、ほぼ毎日取り扱ってますけども、若月しっかり、福田周平しっかり、結果を出すのはこの面々なんだなということで、今日も2安打、なんやったら、先制点につながるような、当たりもありましたし、まあ、打点もありましたしということで、本当に存在としては、素晴らしいのかなというふうに思ってます。で、コアのね、レオに関しても素晴らしい活躍をしました。個人的にですね、まあ、とりあえず、今年はぜひ4連覇に貢献をしてほしいなというふうに思ってるんですけど、まあ、ね、メジャーに行くんじゃないかっていうか、流出大丈夫かなっていう声もコメント欄とかでいただきますが、まあ、それはもう、セデーニョの夢ですからね、彼がどう思うか、次第で、今年に関してはオリックスで貢献をしてくれてるので、ぜひぜひ4連覇に、貢献してほしいなと、それだけでも僕ありがたいなというふうに思いますけども、どうですか？今日3番クレバイシにしたんですけど、1回だけ今シーズンですね、トングーを3番にした試合がありまして、今日ね、新打順についてっていう話がありました。まあ、クレバイシ選手もですね、ヒットありましたけど、僕はですね、逆にした方がいいんじゃないかと思ったんですね。3番トングー、4番セディーニョ、5番クレバイシ、これどうですかと。まあ、明日は3番クレバイシ、クリーンアップ変わらずと思うんですよ、今日と。でも、個人的にはですね、セデーニョ敬遠されて紅林の方がいいと思うんですよね。それよりも、頓宮選手の方が、こう、打席増えた方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思うので、タイプ的に違うのかもしれませんが、なんかそんなクリーンアップを僕は、個人的には期待したいな、というふうに思ってます。で、引き続きね、ラオウも出してほしいし、若月選手も周辺も出してほしいので、まあ、龍馬と智也をですね、こう、どっちかを下げるような感じになるかもしれませんが、6、7番ぐらいで様子を見て、っていうような方がいいのかな、というふうには思ってます。あとは西野さんね、もうブリブリに調子いいから、宗さんも調子いいし、ここに関しては左右で分けてもらったらいいんじゃないかな、というふうには思いますけども。まあ、龍馬に関しても今日守備ね、初回いきなりちょっとこう、ファンブルがあったりとか、智也もこのセンターフライっていうのもね、若菜さんがですね、初球のインコースのまっすぐ、これを打てないようじゃ、まだまだだよね、みたいなこと言ってましたけど、あんな打たれへんって普通に。あれ言いすぎよ。あんな腕畳んで、智也でも前飛ばへん。あれは、関係ない。普通に打てないですね。ちょ言いすぎやなとは思いましたけど。はい。まあなんでね、ソフトバンクとしても痛いと思いますよ。全然痛い。これは。オリックスの方がまだっていう風にも捉えられると思うので、明日勝ちゃいいんですよ。じゃあもうイーブンですからね。それはもう本当に、気にすることなく明日見上げたいシュワート。全然行きますから。それよりも、やっぱソフトバンクはですね、オリックスはやっぱリリーフ陣をこう消耗しました。まあソフトバンクも勝ち場全員使ったんですけど、やっぱ石川シュータロングってすげえ武器だなと思いましたよね。これせこいな。普通に、まあ山岡さんがロングリリーフみたいなもんでしょ。こっちで言うとね。だからやっぱ早く山岡さん帰ってきてほしいなと思いますし、ね、田島投手、ペーターも復調してほしいなと思いますが、まずは今日の試合についてお話をさせてもらいました。新打順、僕は3番、頓宮を、押したいなと思いますんで、ぜひぜひコメント欄にお越しください。ということで、今日以上でございます。改めて最後までね、聞いてくださいまして、本当にありがとうございました。明日もね、もちろんお話をしていきますが、この動画のグッドボタンであったりとかですね、X のフォロー、まあ、最近 TikTok とかもやってますが、チャンネル登録、もろもろね、含めて、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今日はありがとうございました。